年の活動の1年間を振り返ってみようじゃないかということで。おお。今までできてないっていうの、歌詞書きやすいんですよ、ショッキング英語って。ここでクイズです。でれん。これ始まってる？はい。これ使う？これ本編使う？あ、使います。使う？あ、使わないとこだと思ってました。使わない。これ使わないとこでやってるよね。使わないとこのつもりだったけど、使いそうな感じ。うん、せーの、大きいタイムズステーション TV！ はい、というわけでお届けするのは私、坂田哲平と、ショッキング英語のキャプテン、美里です。よろしくお願いします。2021年大きい年表というところを見ながら、ね、振り返ってますけども、前回がね、上半期1月から6月までの活動を振り返ってましたけどもね、前回やっていろいろ気づきましたよ、僕は。え？やっぱりね、はい、1月のボリュームが一番多かった。多かったですね。なんでかって言ったらやっぱね、最初はこの尺のことはもう考えてないから全部拾っていこうと思うけど、あ、そういうことか、ボリュームしてちょっとずつ薄くなっていってる感じでしたから、なんかね、飛ばしっかり、そうなのでね、まあ、上半期もいろいろありましたけどもね、上半期が気になる方は前回のやつをご覧くださいということで、今回は下半期、はい、7月以降の、はい、大きいの動きをちょっといろいろ追っかけていきたいなと思いますね。やった。はい、じゃあ早速ですけども、7月4日、はい、7月4日 PSN サミットポピオンはまた新曲初披露。おーおーおお、うん、そこで Are You Ready っていう楽曲を、披露しました。そうで、Are You Ready はね、僕も一番最初デモのその楽曲を聴いた時に、こうライブの1曲目にやるには、まあ、すごくふさわしいんじゃないかなっていうようなイメージがあったんで、まあ、これから始まるような内容で作っていきたいなと思って作りました。それと同じ日に、同じくしてショッキング英語も新曲なんでを初披露いたしました。純白でございますね。そうだね、だからこれみんなのことをちょっとずつ裏切ってやってんだね。だそうですね、ポピオンさんがポピオンが新曲やるよって言ったら、その前新曲で初期英語をやっちゃうよっていう謎の先に、うわー何っていうのがやっぱ楽しいんでしょうね。ネタだと思ってそうでしたもん、曲かかるまで皆さんが何やんのみたいなね。うん、でもその純白っていう曲でね、はい、まあ、これもね、カラフルっていう楽曲で作り始めた、はい、1作目がカラフル、そうですね、でも6作目は純白、あっどういうことっていうの、真逆じゃんっていうことなんだけどね。そうですね、まあ、これも内側の話になっちゃうんですけど、ショッキングエゴも一番最初のサウンドプロデューサーの井口一郎というポッピングエゴと同じ、サウンドプロデューサーが担当してまして、で彼がそのサウンドプロデュースを担当したのが、マイダーリンまでの5曲、そうです、ね、カラフル、ラブ&ピース&ラブ、シンデレラ、ストーリー、ドンマイ、クレイジーガール、マイダーリンまでが、井口一郎が担当してくれてたっていうところで、でこの純白以降、はい、フラストレーションという楽曲までの、そこからが、豊杉聡君というね、はい、またあの若手の人芸のクリエイターが作ってくれるようになった豊杉君の1作目ということで、僕的に純白っていう感じですね。まあ、井口君が作ってるも、まあ、もちろん華やかな楽曲で、まあ、ショッキング英語のイメージに合わせてカラフルで出たけど、また、はい、ベンチからまた新しく音からも作り直していくぞっていう思いも込めて、ショッキング英語に純白っていうのをね、持ってきたっていう、結構でも自分的にはいろいろドラマがあるなとは思ってますけどね。そうですね、いやこの楽曲からも急にやっぱガラッと変わってるというかね。そうまあ、その邦楽ロックのテイストがすごく強くなったような僕はイメージでしたけど、それまではね、まあ、その DTM ですね、そのパソコンで作る、いろいろシンセサイザーとか、なんか他の楽曲の、楽器の音が、たくさん入ってるような、はい、その重厚なものから急にバンドサウンド、ね、シンプルなバンドサウンドに変わったような印象でしたけど、はい、まあ、それでもやっぱそのみんなのそのストレートな感じが一番表現されるのはそれじゃないかということを考えてくださいまして、で、まあ、7月はね、7月といえばですけども、ポッピングエゴとショッキングエゴがデビューしたのが2020年の7月10日、はい、そうですね、だったわけですから、まあ、7月はまあちょうど1周年を迎えるということで、2年目を迎えるにあたって、はい、もうここからどんどんこうパワーアップして、スピードアップしてっていうところで、で、ポッピングエゴはガールズ・ビー・アンビシャスというね、その、アイユ・レディーを、発表した翌週には、まあ、次の新曲を出して、すごい。7月の12日に1周年記念ライブということで、白金高菜のセレネ B2 で、ショッキングエゴとポッピングエゴの合同の1周年記念ライブを行いました、はい、でそこでショッキングエゴもまた1週間後にラストレターという次の楽曲を発表することになりましたね、うん、早いですね。そうだね、だからショッキングエゴはそのサビで合唱するような感じとかっていうね、その他にはないようなところで、
やっててね、この代表もとてもなんかみんなにすごく似合ってる青春な感じになってるんじゃないかなと思ってます。そのラストレターに関して、スタッフのアールさんから張り込みをいただいております。何ラストレターに関して関してというか、まあ、さんからそうですね、垂れ込みだ、はい、はいはいはい、何でしょう。ラストレターの歌詞、うん、君が教えてくれたのレターがタイトルのラストレターのレターとかかっていて、うん、初め聞いた時にさすがだと思いました。あー、サイトね、はい、ちょうどユイポが歌ってるところかな。ユイポのとこです。レターレターちょうどレターっていうね、あれすごいですよね。いや、すごいですよね。いや、ラストレターのレターと君が教えてくれたがね、一番の才能かかってるっていうね。ね、すごい。いやいや、これすごいですね。僕もね、あのライブ見て気づきました。あれ、あそこレターに聞こえると思って、だから本当に申し訳ないけど、たまたまですね。違うんだ、狙って、うん、レターだからとかじゃなくて、全然たまたまですね。レター言われて、あ、本当やってなって、だからそういうことにしてもいいっていうふうに聞きましたので、あ、まあ後からね、最初からかけてたってことに、うん、皆さんに話してもいいっていうふうに確認して、じゃあ素直に今言ってしまったと。いや、時々あんのよ、なんでそれがそんな偶然に出てくるんだろうな、すごい。いや、本当全然関係なくて、昔のポピオの楽曲なんですけど、うんうん、ミラクルラブストーリーっていう曲があるんですよ。なりますね。まあ、普通に直訳すると、うん、奇跡の恋愛物語、うん、っていうことじゃないですか、うんうん、ね、分かりやすく言うと、だから、まあ、奇跡なんですよ、ミラクルっていうのは、うんうん、で、けど僕あのサビの中に出てくる巡り合った奇跡っていう歌詞あるでしょ、君に出会った奇跡みたいな、あの奇跡がミラクルにかかってるっていう意識ないんですよ。そう、なんで、なんかね、半年後ぐらいに半年全然気づいてなかったですよ。もうすごい、ミラクルラブストーリーの中に奇跡って書いてるやんって思って自分で無意識、無意識です、本当に。すごい、すごい。だから奇跡って単語かっこいいと思ってるんでしょうね、多分グリーンの影響で。あ、そういうことなんだ、うん、で、それがたまたま入ってて、はい、その曲名がミラクルラブストーリーだったから、ちゃんと意味あるなと思ってたまたまです。それに続くぐらいの全然自分でも気づいてなかったのがレターですね。人から言われてびっくりぐらい。だけどもそういう風にした方がなんかすごくさ奥行きが出るから、もちろん考えて書きましたっていう風な答えにいっていこうかなと思います。あ、じゃあここは、そうそう、今年の最後だからもうここだけはこのお話をしましたけど、今後はもうあれあの人っていう、この YouTube も多分もうすぐじゃ消去しますんで。なんで削除しますんで、消去しないでください。うん、削除しますんで。しないでくださいよ。はい。はい、ね、そうだね。だから7月だと1周年を迎えて、ミリオンスマイルという楽曲をね、本来だともう封印しようかなぐらい思ってましたけどね。まあ、前回で終わった時に。まあ、けど、まあ、そのお客様たちの、その熱い声も聞いてましたし、あの楽曲をもう一度聞きたいんだっていう思いもありましたし、やっぱ何よりやっぱ1年間ね、その新体制で活動して一番思ったのは、その楽曲を作ってくれてるチームね、スクランブルズもそうだし、江口君もそうだし、ね、彼らの素晴らしい楽曲をなんかその自分のなんかこだわりとかで、なんかその届けなくなっていいのかみたいな葛藤はすごくありましたけど、まあ、こういう機会ですので、大事に、まあ、その4人でも聴きやすいのかなと。出していただきましたけどもね、はいはい、で、そうですね、7月だとこの制服スペシャルとか入ってるんだね。おー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 、面白いね。面白いですね。当日僕いなかったんでね、全然見れてないんですけど、ね、ツイッターで見てください。ツイッターで検索しますね。はい、よろしくお願いします。はいはい。で、そうか、夏といえばですけど、これはもうポッピングゲームに限ったことなんですけども、ロードモバイルアイドルグループ対抗戦っていうのに参加したんですよね。携帯ゲームとかっていうのは僕結構疎くて、本当ドラゴンボールドッカンバトルで終わってる人間なんで、ごめんなさい、わかんないけど、ゲームっていうのはあんまりちょっと詳しくないんですけど、まあ、ちょっとこうチャレンジしてみようかみたいな。で、このロードモバイルアイドルグループ対抗戦というのは何かっていうと、自分たちだけ、そのアイドルのみんなだけが頑張ってやるやつじゃなくて、お客様もたくさんの人がこう、ね、オンラインで参加して、チームをとかお城を強化していって、こう戦っていくような、ゲームだからそこまで大変だとかっていうことはあんま考えてなかった、当時は。だからすごくね、終わってから知りましたけど、とても過酷な日々を皆さん1ヶ月ぐらい過ごされてたよね。早起きとかね。ね、そうだからそのファンの皆さんとかもお仕事をしながらなのに深夜も寝ずに。もう
なんかあるんでしょ、皆さんがやるギルドっていう、まあね、そのミッションがいくつもあったりするらしいんですけど、ね、中心となって考えてくださってるその、ね、そのファンの方とかもいらっしゃって、だからこれとこれとか、そのポイントはこれ以上のやつしかミッションを受けないようにしましょうとか、あ、そっか、限られてる作戦をちゃんと考えて進めてたんですよ。で、まあ、そんなさなか、まあ、その皆さんのね、うん、3つしかできないミッションを確実にクリアしていって、うん、ポイントをどんどん稼いでいくわけよ、うんうん、大事だ。すごいなと思って、メンバーも難しいミッションをお互い情報を交換して、でそのミッションをクリアしてポイントをどんどん加算していって、はい、人数的には一番少ない参加者だったのに、うん、それでもやっぱ1位を取れるぐらいの位置にずっといたのよ。すごい、本当このまま作戦勝ちするんじゃないかみたいな、うん、っていう状況の中、うん、スタッフ R さんがミッションミスったんですよ。どういうこと？どういうこと？誰もが決してミスを許されない確実に勝たなきゃいけない戦にスタッフ R さん失敗したんですよ。おっと、やってらしてけど、そのことはちょっとさておきで、皆さん頑張りましょうって皆さん言ってた。おい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 、皆さん頑張りましょう、私は失敗しましたけどっていう言わずに、そうそうそう、あれ私の分も頑張ってください、皆さん。そうそう、っていうことで ね、ポイントを貯めてくださいって。まあこれ今年最大の垂れ込みじゃないですかね、今の、うん、ね、R さんが垂れ込まれる側になってしまった。実はミッションミスってたっていういや結構ビッグニュースですね。はい、はい、そうだ、これね、7月の21日にね、大きいタイムズステーション TV の第1回が放送されました、ね、やった、そうだね。だからやっぱこうやって会社になって、うんうん、今こういう風なこう、ね、配信できるようなブースも設けて、まあ、そうですね、まあ、そこをちょっと活用していこうっていうことで、うん、まあ自分でね、ちょっと久しぶりに喋るような感じでやってみようかなということで始まって、うん、番組スタート当初はね、毎週水曜日に公開していきますよって言いましたけどもね、はい、まあ、大体2ヶ月ぐらいすると息切れしまして、はい、まあ、今ではまあちょっと時々ね、こう公開していくような、まあ、マイペースな番組に、はい、マイペース、マイペース、うん、マイペースです。マイペース、マイペースです。ねえ、けど僕的にはですね、はい、全然思ったよりやってるなと思ってますね。本当は2回ぐらいでやめちゃうんだろうな。待って、そんな早く？そう。2回ぐらいで終わっちゃうんじゃないかなっていう思いもあったんで、一応口では長寿番組って言ってみたんですよね。あ、そんなつもりで？そう、それも長寿番組ってもちろん言うともやんなきゃいけなくなるじゃんっていうのももちろんありますけど、長寿番組の概念ってなんだとかっていうことすら考えるようになりましたもんね。いかに放送回数が少ないのに長寿番組と歌っていいのかっていうところとかを考えましたね。っていうのは、はい、1週間に1回公開すると、まあ、年間で52、3本ぐらいの本数をやっていかなきゃいけないじゃないですか。けどこれが月に1回でよかったら12本でいいんじゃないですか。全然違う。ね、うん、って考えた時に、毎週やってる番組と月に1回やってる番組って、じゃあ月に1回しかやらなかったら、この毎週やってる番組でいくと、月に1回の4年分ぐらいはあるわけ。ああ、本当だ。4年ちょっと分ぐらい。うん、そうですね。ねったら1年で終わった毎週の番組と、月に1回やってた4年間続いてる番組の、このご長寿の概念って何なの？難しい。回数なのか年数なのか分かるね。そう、うん。っていうのを、なんかどっかで言い訳にしながら続けることを優先した結果、ちょっと、頻度が下がってきた。苦しくなってやめるぐらいなら、のんびり長く続けたいなみたいな。ね、うん、うん、ね、続いてますもん。うん、まあ、そんな感じで始まりました、もう大きいタイムズステーション TV ですね。はい、で8月になりましたら、8月ね、まず8月の8日、フジテレビの日ですね。8月の8日に、またショッキング何かやりますスペシャルで、ショッキング用にイミテーションライブ、おはつひろ。やった。そうね、なんかこれ豊澄くんが作ってくださった楽曲なので、ね、3番目として出しましたけど、最初の純白と、ラストレーターと、全然違うね、ちょっとコミカルな楽曲というか、そうですね、うん、うん、そのなんか90年代とか2000年代初旬のなんかのね、J-POP のロックを、なんか J-ROCK をちょっと彷彿させるような楽曲だなっていう思いもありますし、うん、やっぱね、こういうキャピキャピしたのというか、うん、ちょっと明るい雰囲気の楽曲というのは、まあ、そのショッキングエゴの二面性、あ、はい、すごく合うような気がするとね、うん、だから一番最初にショッキングエゴってデビューした時って、光と影を操る二面性アイドルみたいな言ってたけど、いや、これって今も意外と嘘じゃなくて、やっぱね、みんなって、はい、そのもちろん若いっていうのもあるし、うん、なんかこう青春がとっても似合うけど、あ、やっぱね、ほろ苦いとかあんまりうまくいってない青春の部分がやっぱりすごく似合うから、うん、最近ショッキング用の楽曲ってエモいねとか、うん、すごくかっこいいねとかって言うけど、うん、あそこのやっぱ登場人物主人公たちって、うん、前向きなことをしたいけど前向きじゃない人たちの内容ばかり多いなって思う、うん、だから
そういう意味ではこのイミテーションライフとか、まあ、この後にも出ますけど、うん、被害妄想ルーザーとか、うん、まあ、ああいう楽曲はもうそのみんなの光の部分、はい、そのなんかキャビキャビというと違うかもしれないけど、うん、その陽の部分も似合うし、うん、あの逆に青春ソングの陰の部分も似合うから、うん、どっちもやっぱあるんだなと思います。ステージになってる華やかさもあるし、うん、普段苦悩している部分もあるしっていうのがすごく見えてくるグループだから、いまだにそのコンセプトと、まあ、見合ったような楽曲を、うん、まあ、一応チョイスしながら進めてるっていう感じがしますね。すごい二面性がまだ保たれていた、うん、でこれどうだった、このイミテーションライフ初めて8月披露した時は客観的には、うん、その日あの、うん、私、うん、現場におらずはぁ、あ、そうか、はい、あ、そうだった、しまった、はい、はい、ちょっとしまった、触れない方がいいやつじゃん、これ8月から9月の半ばくらいまでキャプテン休んでたんだった、しまっためちゃはっきり言った、めちゃはっきり言ったけど、しまったよ、めちゃはっきり言ったけど、そうなんですよね、いなかったか、あ、しまったよ、あの、4人で、あ、4人でやってたんだ、はい、そうでした、まあ、その驚きのこともありましたけど、はい、この翌週にさらに驚きのことが起きます。8月の13日から15日のお盆の時期だったんですけど、はい、ポッピングエゴとショッキングエゴが、はい、2グループ一緒に名古屋に遠征に行きます。でショッキングエゴとしてはグループ結成以降初めての遠征だったんですね。地方に遠征行くっていうのが初めてだったんですが、はい、ショッキングエゴ6人組として、7月10日にね、2020年7月10日に華々しくデビューして、1年ちょっとの時を経て、その初遠征に行く時の行ったメンバーが6人組でデビューしたけど、なんと3人というね、すいませんでした、すいませんでした、すごくないですか、本当に2分の1、おさやかスター、サキザショック、歌水キングの3人、はい、そうですね、で行きまして、もう青黄色紫だったなんかこう不思議な色の3人が、うん、まあ行きまして、はい、でもそれもちろんみんなが行ってくれたおかげで、その名古屋遠征っていうのもね、うん、まあ、そうですね、穴を開けずにできたっていうのもあるから、そこ感謝してますし、うん、でやっぱその3人もね、その本当は本来の姿を見てほしいんだ、名古屋のファンの人も東京から、うん、あとの名古屋から東京に、うん、そのみんなのいる姿を見たいんだって思ってもらえるようにっていうのもすごい決まってね、うん、やったんですよ。だからもう3人だったけど、うん、で6人組は3人組で行っちゃいましたけども、うん、いやもう5人分ぐらいはあった気がするね、5人分、難しい、みんなが頑張って、難しい、うん、やっぱなんかみんながね、それぞれ振り絞ってやってる感じとかですごい良かったですね、うん、ちょうどその時同じくして、そのロードモバイル、はい、ファンの皆さんもメンバーのみんなも移動中のバスとかずっとローモバやってるから、あ、うん、でもその時にはスタッフはもうミッションをミスってるから、やってるわ、うん、その話多分僕そのバスの中で聞きましたもんね、実は私あのミッションちょっと失敗しちゃいましてみたいな、何ちゅうタイミングで話してる、絶対こんなタイミングで言えないんですけど、ね、やめた方がいいよ、絶対そのタイミングじゃない、だからそのツアーと、まあ、そのローモバーがちょうど同じ時期を東京同じくしてっていう印象ですね、で、まあ、1周年記念ライブ、はい、7月にありまして、その時に発表したのが、ポッピングエモのサブスク解禁っていうのがありまして、でも僕はちょっとどうしても世代的に CD を手にしてた世代なので、やっぱ音源といえば CD とか盤でこうあるのが一番当然ですけど、今はねもちろんその音楽の形もだいぶ変わりまして、携帯とかねそういうので聞くような時代になって、もうそれこそサブスク、僕まだそれに入ってないんで、その定額みたいなとかもやったことないんで、よくまだ未だに分かってない部分もあるけど、それでまあ聞きたいよっていう人も、まあよく言うとそのやっぱ地方の方とかでも紹介してそこの場で聴ける、うん、そうですね、の CD 音源を渡さないと聴けなかったものが、うん、ここいいよって言ってこう広がるきっかけになるとか、聴きやすいっていうのもあるんでね、まあ、そのサブスク の, そのやっぱ皆さんの要望もすごく多かったので、うん、でここでもじゃあ解禁しましょうということで、8月25日に、うん、ポッピングエモがこの日までにやった楽曲を全て一挙配信ですね、すごい、なんとニュースです、ポッピングエモの青春が iTunes ストア、お、日本のね、うん、iTunes ストアの中の199位にランクインしました、うん、青春が、すごくない、もう立派な楽曲が毎日日々出ていってる中で199位を日本の iTunes ストアで取りました、おーおーおーおお、 iTunes ストア大きい、ただただそれが K-POP ランキングだったなんで K-POP? いや、分からないんだよね、何の K-POP? その後ですよ、はい、グッバイバイディアが iTunes ストアの、これは J-POP ランキングのトップソング60位です。すごい、 J-POP としても、
J-POP として iTunes でグッバイマイディアが60位。やった、すごい。結構すごいんだ。うん、すごいですね。で、まあ、ただ、うん、マレーシアの J-POP ランキング、マレーシアの方が買う J-POP ソングの中の60位にグッバイマイディアがある。嬉しいですよ。どういうことなの。嬉しいですよ。それマレーシアの方が買ってくれたんですね。ってことですよね、多分ね。まあちょっとこれもちょっとピンとこなかったですけど、またその翌週にすごいことが、とんでもないことがついにトップ10入ります。え、すごい。このアルバムランキングで、え、はい、はい、ポッピングエモのレジェンドオブエモとレジェンドオブポップといってね、まあ、その17曲入りのアルバムが、はい、ライブ会場でも販売してる曲、ね、アルバムが2枚ありまして、こちら写真出てます、こちらね、これなんですけど、これがなんと、レジェンドオブエモが3位、レジェンドオブポップが4位。すごい、すごいのよ。アルバムが3位と4位になったんです。すごい。それも、フランスのランキングです。なんでフランスのその週なのかなの、アルバムトップ10 J-POP の中で3位4位がレジェンドオブエモとレジェンドオブポップが入りました。すごいけどな、でフランスで。でもフランスでもしかしたらもうすごい跳ねてるもんね。あ、そっか。本当。ね。フランスのパン屋さんとかでもう流れてるかもしれんよ。グッパイ。グッパイなんか。なんか入ってるかもしれんよ。ああ、いい。フランスのパン屋さんでね。おお。伺いたい。走れ東京。おお。食べてんだ、食べてんだ。でしてるフランス人とかいるかもしれない、ね。もしかしたらね、日常で聞いてくださってる方いらっしゃるかもしれないですから。3位と4位に入ってるからね。そう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 。まあ、そんなポピングの活躍の裏にね、まあ、ちょっとこう静かにしていたグループがいましたね。ナップですよ。ナップもね、やっぱ春先からいろいろありまして、まあ、メンバーが脱退したりとか、それでも、まあ、メンバーが今の体制でも、体制になるまでは絶対頑張っていくんだと、休まずに続けさせてくださいっていう思いも受けて、ずっと活動してましたけど、やっぱなかなかね、新しい作品を作ることもできず、やっぱ現状維持することの苦しさとかでね、もうみんなメンバーも頑張ってくれた結果、こちらが、8月の末ですね、うんうん、に、ナップに新メンバーとしてカンナフィロソフィーが加入しました。嬉しい。いやいやいや、よかったね。もうこれ以降 の、まあ、その9月にはその1周年をね、ナップとしての1周年を迎えるんだけど、うんうん、まあ、このイベントで、バスタードっていう楽曲をで披露しまして、うん、で、まあ、その2日後にはナップの9月なんですよね、うん、ワールドスタンダードと、ね、ナップもサブスクを解禁してっていう、うん、こっからのカンナフィロソフィーが加入した後の、ね、ナップはライブも含めて今めちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、かっこいい。すごい勢いに乗ってるなって感じもしますんでね、うん、ナップから動画をいただいてるらしいですよ。なんかナップの動画、ナップの動画を、なんだろうか、それはあるらしいですよ。てっぺいさん、いっちゃん、大きいタイムズステーション TV をご覧の皆さん、どうも私たちナップです。さて早速ですが、ここでクイズです。てれん、ある日ナップのダンスリハーサル中にリハーサルを中断せざるを得ない状況になりました。それは一体どんな状況でしょうか。皆さん考えてみてください。追いかけてきた。何、クイズ、クイズ聞きましたね。あ、俺これ確実に分かったかも。何ですか。分かったな。え、キャップ分かった。いや、もうこれ確実に正解じゃないかなと思う。おお、そんなに。うん、あ、どっちかだな。え、二択なんですか。二択だね。え、二択かな。二択、うん、俺は二択。え、キャップは、なんか誰かがその後に、例えばライブあるとかで、うんうん、めちゃくちゃ大事な忘れ物して、あー、ありそう、ありそう、帰んなきゃいけないとか、取りに行かなきゃいけないとか、ね、ありそう、ありそうですよね、うん、ありそうって言っちゃいいのか分かんないけど、ありそうだなっていう。なるほど、リハーサルしてたけど、夕方以降にライブがあって忘れ物してるのに気づいて、リハーサルところじゃなくなっちゃうけどね、うん、あー、それ濃厚だね、うん、ありそうですね。俺思うの2個、2択なんだけど、うん、1個が、うん、こうリハーサル中に、うん、カポちゃんの、うん、こうズボンの履いてるこう稽古着のゴムが切れて、もう全ベーンと落ちちゃったっていうパターンが一つと、でもう一個が、はい、リハ中にキャサがダーツを誰かの背中に投げてちょっと動けなくなっちゃったの、どっちかかなと思って。そんな気持ち的でした、うん、どっちかかなと思って。そう、前半はね、ワンチャンギリありそうだけど、
ダーツ刺したらもうことですよね、それはね。どっちかな。そのセリフなのか。ああ、じゃあちょダーツはあれやな。ちょっとカコちゃんのじゃあズボンのゴムが緩くなって全部脱げちゃって。脱げちゃった。っていうのがズボンだな。それはね、中断せざるを得ない。正解は？正解はこちら。喋ってる時に、いやあの時確実に殴られた人の顔してたもんって言ったんだよ。女性でやっぱ人が殴られてる顔よく知らないと思う。知らない知らない、見たことないよ。だから彼女はそっちの人間なんじゃないかなっていう。殴ったことあるかな、うん、もしかしたら。でも9月もでもいろいろありまして、はい、ポッピングゲームのバッドラブ初披露したりとかっていうのもあるけど、まあ、9月といえばやっぱナップのイメージかな、ね、ナップが、まあ、どん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 こう良くなっていくね。そのイベントも1周年記念イベントなのにもすごく前向きなのか後ろ向きなのかわからないタイトル、逆境の連続感の飛躍の予感です。ねえ、どっち向いてるのかな。確かにナップは1年間ですごくいろんな経験もしましたけども、それでもやっぱ楽曲の強さと、あとみんなのもうひたむきさで、まあすごくまだ光が見えてるんじゃないかなと思うんでね、ナップには期待したいと思いますし、でもその時を同じくしてキャプテン美里がしれっと復帰って言ってたんですね。書かなくていいのになぁ。これ1ヶ月半の沈黙を破ってしれっと復帰しましたね。そうです、しれっと戻ってきましたね。多分その間にもね、まあ、その大きいとしてはいろいろチャレンジしてまして、ファッションブランドのスタンピンググランドさんとのコラボイベント、ファッションショーとライブを融合したようなものをやってみたりだとか、でも9月ぐらいからね、まあ、その各メンバーもいろんな才能を持ってまして、ここでいくと、ね、エモーショナル、ルカさんのプロデュース公演っていうのとかもね、こっちをチャレンジして、これが9月と11月と振り返りましたけども、まあ、メンバーの違った一面とかもね、お見せながらできたらななんて思いながらやってます。10月10月に入りますと、まあ、ポッピンデモのブランディングスタイルのミュージックビデオを公開しましたというのがありまして、その後キャプテンミサトのリベンジ生誕フェス&ナーナポップおかわり生誕フェスっていうのがありましたね、はい、まあ、本当だとね8月の半ばにね、生誕祭をする予定だったんですが、まあ、ちょっとこうね延期する形になりまして、でまあそのリベンジとしてキャプテンミサトの生誕祭やりまして、やらせていただきました。いや僕ね、あの日のことはすごく覚えてますよ、やっぱり。で、その日にその、アステリズムっていうショッキングエアの新曲をライブで披露させていただきまして、で、やったのよね。で、まあ、その曲 その歌わりっていうのをもちろんプロデューサーが、サブプロデューサーが決めることですけども、たまたまその、まあ、キャプテンが歌うような場所が多いような形になってって、サビの頭とかね、で歌ってて、まあ、その落ちサビって言われるのもお客様たちがこうね、そうそう、ケチャップね、ケチャップと呼ばれる技を演者に繰り出す、演者に繰り出す、ね、あそこのところで、まあ、その生誕祭っていうこともあって、なんかキャプテンのネット担当カラーに合わせて赤のサイリウムを皆さん持ってくださってて、で、一番最後落ちサビでアステリズムのね、そんなキャプテンが歌うとこで、皆さんがその赤いサイリウムでこうケアするわけですよ。
だからもう赤いのがお客さんも結構入ってくださってて、赤いのが真ん中にブワーって集まっていく、うんうんうん、ここでキャプテン歌ってるわけよ、うん、はい、もうあれを僕と2階のねところから関係者席から見てましたけど、うんうん、もうナウシカみたいだね。え、どういう、どういう、もうオウムがブワーってきて怖い、あの食感みたいなのがブワーって出てるけど、そこの先端でこう歌ってみんながこう並べてるような。キャプテンをナウシカに見えたもんね。嘘、あんな感動的なタイミングでナウシカが、うん、すごいこう神秘的な、神秘的、そうそう、だから上から見るとやっぱ照明もすごい暗い中で赤いこのサイリウムだけが、うん、何十本ものサイリウムがある一人の人物に向かって向けられていて、うん、でその動きがおつさびの中でこうゆっくりこう収まっていく様を見れるね、うん、本当にジブリ、そう、ジブリ、そうそう、そんな風に見えた。ジブリ映画みたいな。ジブリだった、全然本人としてはその体感なかったんです。なかったですか。なかったですよ。で、まあ、その1週間後にびっくりすることが起きまして、スーパーレプリカがデビューします。めでたい。でスーパーレプリカもね、そのオーキーとしては初の試みで、デビューまではもうそのドキュメンタリーとして追っかけていこうっていうことで、うん、すごい予算を投じて、もうこのデビューから追っかけて、なんでそんなの、なんかやっぱ僕のその性格上っていうのもあるけど、うん、準備してるとことか あんまり知られたくないんですよ。あ、そうなのか。なんかこう、それもあくまで考え方で、なんか頑張ってますっていうのはあんまり発信したくないタイプで、だから今日はリハーサルでしたとか、今日は何でしたとか、今日はレコーディングでしたとかっていうのが結構僕アンチなんですよ、うん、あんまね、好きじゃないよ、いつやってんだろうだし、そんなのを皆さんにこうしていただく必要ないと思うのね、大変なのか大変じゃないのかじゃなくて、まあ、ステージ上で見るものが、まあ、全てな感じがするから、ちょっとあんまりそこを考えたこともなかったけど、そうやってゼロから始まっていく様をちょっとこう追っかけてみるっていうのをやってみようかなっていうことで、まあ、挑戦して今も、まあ、引き続きね、もうデビュー本をやってますけど、スーパーレプリカ、はい、そしてでもサウンドグループのでもいいとこ取りの楽曲でライブをやって、さらにやけどもちろん今までと違って全然未経験の人とかもいるから、その子たちの成長もともに追っかけていけたらなということで、まだデビューしてまだ2ヶ月半ですけど、あ、そっか、ね、こちらもどんどん力をつけているので、はい、もう今後来年からもさらなる飛躍を期待しているところですけども、ね、うん、はい、そうですね。で、まあちょっとね、8月にこう PMO がサブスクを解禁して、うん、9月に NAP がサブスクを解禁して、うん、まあ、誰もがまあ思うのは初期英語はどうなってんだみたいな、どうなったかなって、っていうことで、まあ、満を持して出ますのがショッキング英語の、アルバム、カットアルバム、ナウドラマチックということでね、サブスクを解禁しまして、はい、やっぱね、ショッキング英語は一番最初はそのカバーユニットとして、うん、そうですね、デビューしたところもあったので、ポッキング英語の楽曲を、はい、まあ、基本的にはカバーしていく、はい、で、まあ、そこから半年ぐらい経って自分たちのオリジナルの楽曲をたくさん手にしていくっていうところのちょうどど真ん中ぐらいの通過点のところで、まあ、そのうちも半分ずつぐらい収録して、ちょっとこう皆さんにお届けしようかなと、はい、いうのもあるので、その音源としてそのポピーモの楽曲をそのままショッキングエゴを歌ってるっていうのを、まあ、音源として出すっていうのも、まあ、なかなかね抵抗がある部分もあるんですけど、それも、ね、ショッキングエゴの、まあ、皆さんが頑張ってきた結果だと思うんで、まあ、どっちも入れたものとしても今、ね、サブスクで聴けるようになったの で、ね、そうですね、ぜひぜひ聴いてほしいと思います。よろしくお願いします。ね、あ、ここすごい重要じゃん。ね、10月の31日に、そっか、ナップはね、その4月の頭にメロドラマという楽曲を、はい、うん、そうだ、サウンドクラウドで聴けるようにしておりましたけども、うん、それをライブで初めてやったのが10月の末なんだね、うん、おー、いやいや、これもね、ライブでやって良くなる楽曲と、うん、その音源の方が良い楽曲みたいなのが、お客さんの感想も含めてあると思うんですけど、うんうん、メロドラマはもう本当に、多分メロドラマをこうやって10月の末に初披露してからは、うん、ラップのセットリストからほとんど外してないんじゃないかな。おー、よく聞くかも。なぜなら僕が見たいからなんですけど。あ、見たいから、いや、何回見ても、やっぱ世代というかね。あ、そういうことか。やっぱ内容とかも、うんうん、結構ね、僕らの時代は昼ドラと呼ばれる、もう絶対日常じゃありえないだろうみたいな内容のドラマが結構あったんですよ。ドロドロしたような、うんうん、なんかけど古めかしいけど、うん、別に見たいわけでもないけど、ついてるとついつい見ちゃうやつみたいなっていうのも世界観で書いてるから、あ、そっか、振り付けのね、感想とかもとてもいいよね。そうなんですよ、そのメロドラマの感想あるじゃないですか。 ありますね、うん、あれを初めて見た時の、うん、ショッキング英語、うん、サキザショックの非公開映像が届いてます。非公開映像
感想をサリーズショット始めてみた時の非公開映像がある、はい、まあ、音声というか映像というか世に出てない映像、はい、まあ、そうですね、身内だけで見てた映像、うん、何してるこれ、あーいいねこれ、抱きついてバック暗黒してるよ、だって電話しちゃってありがとう、これは必要だったかい、なんで一応コメントがコメントもあると届いてるらしいんですけど、うん、メロドラマを初見で見たのは厳密に言うと動画でした、はいはい、まずメロドラマ始まった瞬間のなっちゃんたちが急に大人の顔になるのがまずムリンゴでした、ムリンゴ、うん、いつもふわふわキャピキャピなのに急にキリってなって歌い出すっていう、そしてなんとそのことです、なるほどね、うん、ちょっと今一通りその内容聞きましたけど、はい、編集でカットしてね、はい、きます、きます、で、でまあ、この日のイベントで、はい、この日の午後にね、行われたイベントで、ポップショックバトル5ということで、はい、ポッピングゲームとショッキングゲームはね、そのデビュー以降、そのカバー楽曲とかをやってるっていうことで、同じ楽曲を全く同じことをね、うん、もう違うステージングでできるっていうのをね、はい、一つの売りだったので、全く同じセットリストで、なんかライブをやるっていう企画をね、これまでやってきたんですけど、そうですね、それのバトル5。うん、5回目だ。ね、5回目のそのバトルとしてやったライブにて、うん、なんとショッキングエオの、ユイポットプロの卒業が発表されましたというね、はい、そうですね、うん、そうだね、やっぱその、うん、子役上がり担当ということで、うん、まあね、その中心人物としてもちろんね、うん、活躍してきてくれたユイポットプロでしたけどもね、はい、その自分の、将来の、うん、女優さんとして活動していきたいという思いも強くてというのはね、もともとあったので、このタイミングでの発表になりましたけども、うんうん、それ以降のね、残された時間というのもね、うん、もう今これが、ね、皆さんがご覧になっている今頃は残すところのあと2週間を切っているような状態になってますので、おおおおお、2週間後はどうなってるんだろうというのも思いますけども、でも最後まで頑張ってほしいなと思います、はい、ポッピングエモーもショッキングエモーもなっても、はい、まあ、その芸達者の皆さんがいますので、うん、まあ、11月から始めた企画というのがこのグレイティストディーバーっていうので、うん、まあね、うち そのポッピングエモで行くと、まあ、サヤカロスとか、うん、もともとそのシンガーとして活動してた子たちっていうのも、うん、今グループの前から、まあ、いまして、はい、そこの辺りの人たちはもうちょっとフィーチャーして、うん、なんかイベントできないかなっていうことで、うん、そのアコースティックライブみたいなやつとかを、うん、まあ、ちょっと実験的に始めて、はい、まあね、それがね、もういろんなところのグループとかの垣根を越えて評価されていくといいなという思いもありまして、ね、うん、今後もいろいろ挑戦していきたいなと思いますけど、はい、はい、で11月のポッピングエモ、セレンディピティという楽曲を、うん、まあ、発表したりとかも、ね、さっきも話に出ましたけど、ルカちゃんのプロデュースイベントをやったりだとかね、うん、そうですね、ポッピングエモのセレンディピティっていう曲が、はい、この楽曲をデモとしてレコーディングする前にいただいたのがもう3月ぐらいですね、3月なのよ、3月の落語の日だよ、落語の日、あの、うん、落語の日の夜に届いたよ確か、セレンディピティ、アーユーレディとか、そこら辺の楽曲はその人パラレルワールドとか、あ、おその時バックラムとかな、あ、 そ、 う、まあ、その時に届いたやつで、一番最初の印象では、ね、セレンディピティがめちゃくちゃいい歌で、これをどのタイミングで出すかっていうのを考えながら過ごした半年間、そっか、やっぱね、なかなかその出すタイミングがなくて、11月だから、うん、もうできて半年以上経って、うん、そういうことですね、っていう感じだよね、そうなのよね、だからその次の新曲どんな感じですかっていう時にはもう作り終わってることがほとんど多いから、やっとこう出せて、 そのポッピングエモのその4人の新体制もいろいろ武器が整ってきたなっていうような感じがする、はい、なんかセレンディピティだったなとかいうのを思いますね、じゃあショッキングエモ被害妄想ルーザーね、やった、これもね、そうだね、なんかショッキングエモっていうのは前も話したことあるけど、メンバーのなんかな、印象に合いやすいというか、歌詞書きやすいんですよ、ショッキングエモってなんかそのメンバーに当てはまることが多くていうのがあると、ヤモソルーザーもやっぱどっかでショッキングエモのことを思って書いてるところが多くてありますね、はい、うん、似合いますね、すごい能力だけでやっぱなんかね、うまくいかないのは自分たちのせいもあるし、なんかこうすごくポジティブな言葉かけられてもそれを前向きに捉えることができない世代だったりもするしうん、けどやっぱそのやめたくないとかっていう強い思いとか夢に対するエネルギーがすごくあるしとかっていうのをこう凝縮したら、お着替えもそうだみたいな、
楽曲ができたりするんでね、まあ、その初期メモもその今後の展開をどういうふうに進めていこうかなというのを楽しみにしています、はい、あとはもう一個のチャレンジとしては、あのポッピングゲームのイクミライダーが、ダンテライオンというグループのユリアさん、うんうん、大瀬ユリアさんとコラボユニット、はい、だから言ったらグループ同士を、ね、ちょっと飛び越えて、うん、そのね、どっちもまあお客さんの反応としてはイケメンだとか、うん、かっこいいとか、はい、女性ファンが多い2人をユニットとして組んで、うん、ユリクっていう、ユリアとイクミでユリクっていうグループで、うんうん、それぞれのポッピングエモとダンテライオンの楽曲を、ね、うん、それぞれのセルフカバーみたいな形でやってるユニットがあったりとか、はい、うん、またでもテレビも、ね、もちろん皆さんの、うん、憧れの中の一つとしてね、そのどんどんメディアに露出していくっていうのもあって、うん、アベマ TV のね、矢口真理さんの火曜ザナイトっていう深夜の番組でしたけどもね、うん、はい、たくさんのファンの方が見てくださってすごく反響があって、やっぱりね、その僕らもテレビでもいろんなアイドルグループとか、うん、なんかを見て多分育ってる世代だと思うんですよね、そのメンバーのみんなも、はい、なんかね、モーニング娘。の歌中玲奈さんとかと共演してるのとか見ると、ね、あ、なんかすごく遠い場所じゃないんじゃないかなみたいな思いながら見てましたし、うんうん、ナップがもう快進撃は止まりませんで、ナップの新曲コズミックワンダー、そちらもね、すごく、いや、振り付けも含めて素晴らしいね、うん、楽曲として、うん、だからすごく今ナップが勢い出てるなっていうのを感じながらっていうのが、はい、すごくみんなの能力をでも実感していた11月だったなっていうような感じがしますね、うん、で、まあ、いよいよ12月に入りますけども、長いね、これ結構1年振り返るけども、下半期えげつないですね、うん、これね。で、まあ、ポピヤマも相変わらず MV 出しまして、先日ホーリーナイトも出しまして、うん、で、まあ、12月からだと新しいのとしては、まあ、ナップの定期公演がまあ始まりますとか、あとはそのね、まあ、12月の8日に、ポップショックバトル6っていうので、今まではその、ね、はい、カバー楽曲と、まあ、そのオリジナルで歌ってるポッピングエモが同じ楽曲歌うっていうところでやりましたけども、はい、いや、僕ね、このイベント結構神イベントだなって勝手に思ってます。わかります、わかります、手前味噌でもあるんですけどもだからポッピングエモが、今年ね、いろいろ楽曲を披露したというか、はい、ショッキングエモのオリジナル出した曲も結構ね、10曲をどっちも超えて、超えてますね、っていうところでやって、うん、で、まあ、この日にそれぞれのグループで新曲を披露するっていうところでありまして、うん、で、まあ、ショッキングエゴのフラストレーションっていうのは、まあ、その曲が届いた段階からもこれが今後のショッキングエゴ の、まあね、その新しい看板になっていくような、うん、顔になっていくような楽曲だなっていうのを感じていたのもあって、うん、はい、で、そのショッキングエゴっていうのはそのみんなのなんていうかな、その青春が似合うというか、うん、エモが似合うから、うん、ああ、またここで似合うのやってんだなっていう思いとか絶対いいって言われるなっていう思いとか、うん、けどそれと同時にショッキングエゴもイノセントっていう、うん、まあ、ちょっとこの表現力も必要な作品というか、っていうのはね、同時に出るっていうのはすごく良かったですし、うん、なんかあとはこうずっと積み重ねてきた曲がずっと次々出ていくっていうのを見ててすごく、ね、一見雑で、ね、贅沢な感じがしたね。贅沢な感じだと思ってたんですけど、そんな使い方でいっぱいするっていうのが、あ、そっかそっかボーンってこうやっていくのを見て、ね、わー、けど雑だなと思ったし、けどもうこんなにたくさんあるんだなっていうのを、ね、改めて思うような日だったんでね、1年間でこんなにね、ね、でも、ラップも、まあ、新しく出したのはトリックスターという曲で、うん、そうですね、うん、トリックスターもなんか今までの路線とはまた、うんうんうん、一旦戻ってるような感じで、ね、うんうん、また K-POP を彷彿させるような、ね、かわいい、ちょっと可愛らしいナンバーで間違った面も見せていただいたと思いながらですけどもね、はい、で、あともうクリスマスのイベントやりますよっていうところで考えていくと、はい、ポッピングエゴもショッキングエゴもラップも、はい、まあ、そのもちろんハロウィンとかね、クリスマスとか、はい、まあ、そういう時にはもちろんサンタの方針来ますよとか、まあ、仮装しますよっていうのがあるけど、他にもね、まあ、その制服着ますよとか、来た来た来た、あとは浴衣着ますよとか、あ、で、まあ、ちょっとそうやって普段と違うような格好をする女の子ならではみたいな、うんうん、そうですね、っていうところもね、お楽しみポイントかなっていう気がしますんでね、うん、でも、まあ、いろんなイベントでね、まあ、もちろん衣装も何パターンか出させていただきましたけど、うん、それ以外のね、まあ、特別な、はい、みんなの飛び切りなショット、飛び切りショットね、フォトコレクションっていうことをご覧いただきたいと思います、はい、こちらが1年間のみんなの可愛いの詰まった写真たちです。どうぞ。
可愛いんだね、みんなね。可愛いんですよ。可愛いんです。やっぱね、服装によって変わるんだね、その表情というか。あ、まあ、確かにそうですね。気分も変わりますね。うん、そんな感じがするね。なんか、やっぱ制服着てると、やっぱ人によって、やっぱ最終制服着てた年齢からのやっぱ経過年数が違うけど、うん、まあそうですね、やっぱなんかこう学生に戻ったようなちょっとね、うん、なんかこうちょっと調子乗ってる感じも出てるし、浴衣着てるとなんか初めてのデート花火大会に来ましたっていうちょっとね、違和感もすごく浴衣だとあるし、でまたファッションショーとかの写真だとやっぱなんかモデル気取りになるね、みんなまたちょっと1個ですみたいな、そうそうそう、やっぱでも女の子っていうのはやっぱそういうのがあるんだなと思う、自分の着ることでやっぱ、うん、ごめんね、なんかこっちからするとこっちの心理からするといろいろ着替えさせてごめんね大変だよねと思うけど、意外とみんながこう楽しんでやってくれてる姿を見ると、うん、ノリノリ、あ、好きなんだなとか、うん、楽しいっていうのは思いますね、はい、だからまあ今後もいろいろなことにはね、まあ、チャレンジしながら進めていきたいなと思いますけどもね、あ、まあこんな感じでね、もう大きな1年間を振り返ってきましたけども、はい、ポッピングエボで14曲ショッキングウェブで11曲、ナップで8曲、多いな、ね、だから合計33曲の新しい楽曲を出して、まあね、本当今後もどうなっていくんだろうって楽しみにしてくださる方もね、たくさんいてくれると嬉しいと思いますけど、まだまだ出してないものいっぱい持ってますんで、来年以降、どんなものが皆さんの前にお届けできるのかっていうのもありますしね、はい、うん、こういうことにちょっとチャレンジしてみたいなみたいなこと、チャレンジしてみたい、うんうん、いや今までこの最初の年は7月から始まって、ね、まあ、去年1年丸々、ね、うん、ありましたけど、うんうん、ちょっと1年丸々走り切ることができなかったため、うんうん、1年丸々全力で駆け抜けたい、全力で全力で駆け抜けたい、なるほどね、はい、いや、いいコメントだと思うよ、おお、僕がね、唯一アドバイスできるのは、はい、やっぱね、1年間全力で駆け抜けるのって大変だから、やっぱね、どっかで手を抜くことだと思う。なるほど、現実的なアドバイスいただいちゃった。手を抜くっていうと違うかもしれないけどね、やっぱ準備したものしかやっぱできないからね。まあまあまあ、そうですね。駆け抜けるためにはそれに必要な体力だったり、まあね、準備がね、やっぱり必要かなっていう感じがするんでね。まあ、けど大きいとしてもね、まあ、今後どうなっていくか分かりませんけども、はい、うん、やっぱこう来年はね、そのコロナもだいぶ落ち着いてきてどんな風にできるかとか、またこれがね、うん、新しい波がまた来るかもしれないんでね、うん、まあ、その当たり前にできるとは思ってませんけど、もともとはそのやっぱ演劇ユニットとして始まった大きいですので、まあ、演劇を中心に活動していって、はい、まあ、その中で、まあ、そのみんなが力をつけていく場所として、まあ、ライブというのも引き続きやって、うんうん、やっぱりその作品を作っていくっていうのがね、あ、まあ、楽しい楽しんでね、もちろんそれに対して反響があるっていうのはもちろん喜びですけどね、はい、そんな皆さんの反響ありきでこう頑張ろうということではなく、うん、まあ、なんか新しいものをどん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 作ってやっていけたらなと思ってますんでね、はい、というわけで、はい、バイ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 って言ったことあるないっす、ないないない、ね、初バイバイ